どんぐりトラップ効果あるかな。どんぐり穴を開けていそう、いそうなところにばらまくのは、あーどうでしょうね。まあはい、面白そうではあると思いますね。はい、竹、まあ竹とかでトラップ作った方とかも確かいらっしゃいましたよね、前に。竹トラップ、そのどんぐりバージョンですよね。あと結構でも難しい、竹よりもなんか難しそうかなと思ってるのが、その朽ち果て具合、そこがですね、なんかこうアリがいるどんぐりって結構本当に中が空洞に近いような結構朽ち果てたどんぐりなので、どんぐりの実の部分がまだあるけど穴が開いてるみたいなやつだと、なんかどんぐり虫、なんかの甲虫の幼虫ですよね、ああいうのが入ってたりとか、なんか違う生き物に入られるみたいなところあるんで、アリが入るような朽ち果て具合でかつ、割れてなくて穴が開いてるっていうのを作るのが結構難しそうかもしれないですね。まあ、逆にどんぐりを模してどんぐりじゃなくて、まあ、そもそも違う素材で作ったどんぐりサイズの中が空洞なやつを入り口の穴だけ開けて置いとくっていうのはなんかありかもしれないですね。まあ、ただもちろんやったことないんで、やったら意外と効果があるかもしれないですし、なんかいろんなアプローチがあっても面白いかなと思います。でもしばらまくとしたらあれですね、この腐葉土の層の下ですね、そこが一番ベストかなと思います。あんまり表面に転がってるどんぐりとかにあんまり中アリ入ってないんで、鱗床に埋もれてるような感じでどんぐりをまくと、はい、いいのかなと思いますね。はい、森でやるなら 100、200の規模でやらないと厳しそう。ああ、まあそうですね、アリが確かにそこにトラップで採集できたっていう効果を得るには確かにある程度数が必要かもしれませんね。まあどうでしょう、効果があるかどうか。あと埋めたとこが分かんなくなるとかっていうのもありそうですね。なんかうまいのないですかね。どんぐり、朽ちたどんぐりなんですよね、アリが入ってるのが。なのでそれになんか変わるようなものがイメージなんか作れたら面白そうですけどね。はい、なんでしょう、醤油入れとかだと中の素材がそもそもなんか多分アリが好かなそうですしね。まあでも、はい、なんかすごいいろいろ想像したらいいものができるかもしれないですね。材料はただみたいなものだし試すのは面白そう。はい、そうですね、どんぐり、まあ、まさに疑似どんぐりというやつですね。何がちょうどいいですかね。まあなんならそのまあアントルームの島田さんがされてましたけど、アリマシーン、石膏巣のアリマシーンを、地面の中に埋めといたら綺麗にアリが入ったみたいな、なんかツイッターかブログかなんか見ましたが、あれのそのどんぐりスバージョンみたい、まさに。まさにギグンさんが今言ってますね。これと同じですね。はい、このちっちゃいし、石膏層そのまま埋めちゃうみたいなのも確か面白そうですね。はい、まあ、あとはもう簡単に何でしょうね、ちっちゃいやつ、
まあでもトラップできたら面白いですよね。アリを採集するためにトラップってなかなかあんまりこう実用性のあるレベルのものは今んとこないですもんね。いろいろこう試したら面白そうですね。どんぐりを入れて10年くらい待てば多分取れます。確かに確かにですけど、10年後に興味が続いてるかっていうちょっとそこの危険性もありますね。タイムカプセルみたいに埋めるときは興味というかワクワクが止まらないんですけど、もう掘り返すのを忘れてしまうみたいな。10年、でも10年だとどうでしょうね。10年だと殻も含めて朽ち果てちゃってるかもしれないですね。あれ何年ぐらいであのレベルになるんでしょうね。なんかイメージ的には 2,3 年っていうなんかイメージがありますけどね。まあでもなんかやってみるのは面白いかなと思います。